いや、特に深いあれはない。キャリーちゃんのチャリーの鍵をただ取りに。キャリーのだから、キャリーのチャリーの鍵。鍵、うん、そう。おたくまくんのおうちね。あ、いや、どこでもいい別に。キャリーちゃんも持ち歩く言うてたから。前もなんか、そのチャリーのなんだろうって言ってなかった。あ、そうやね。自転車だけ運ぶんか、うん、もう鍵つけて、ちょっと、あの、ま、曲がりさせてもらって、俺が乗ってみたいなのすんのか。ちょっとまだ決まってなかったから。それ運んで何、大阪に持って帰るの？いや、最終的には多分また東京持ってくると思う。じゃあ置いといてもいいんじゃん。あ、そう、ただ鍵ないと前の寮のところに止めっぱなしにしてるからキャリーちゃんが大阪ので鍵をもらって車輪っこをそうそう取りに行くってこと？そう、まず取りに行って鍵もらって。あ、うん。キャリーちゃん昨日倒れたもんね。ああ、そうそう、クマに噛まれたから。あ、アライグマちゃうわ。タヌキですよ、タヌキ。あ、タヌキや。持ってるよね、タヌキに噛まれるなんてめったにないよ、ね、もうないよ、ほんま。もう噛み替え、それで救急車騒ぎだもんな。うん、すごいで、ほんま。私もタヌキに噛まれたいわ。いや、でも感染症とかなるからな、野生のに噛まれたら。狂犬病まれに持ってんのってよ。え、そうなんや。やば。キツネもそうじゃん。キツネはでももっとやばい寄生虫いっぱいおるからな。うん、エキノコックスか。死ぬで、キツネは。野生は結構危ないよね。危ない危ない。うん、キャリーちゃん昨日何をちゃんと検査したのかな、そういうの。いや、なんかろくに消毒もしてもらわんと出てきたって聞いたけど。うん。持ちきりやったよ、ね。あれ、熱とか 出たらやばいよね。熱出たらやばいな。ああ熱出たら多分入院やで。うん、治療という治療、検査もしてないんだじゃん。いや、多分ろくにしてないって聞いたけど。傷がなかったの？ああ、多分それはそうやと思う。外傷みたいな。そう、これめっちゃ便利やな。いいっしょ。うん、これめっちゃ便利やわ。充電すぐなくなんの？あ、充電すぐなくなんねや、これ。節約しないとね。節約するわ。1本だけじゃダメだよ、2本用意しとかないとなくなったよ。ああ、そういうことな。まあでも最悪、前でも使ってさ、途中でなくなったんで。最悪でも一番いるところで使えてるから別に。うん、いいっちゃいいけど。山田と仕事早いわ。ああ、そう、優秀やね。給料出さないと。ありがとうございます。本当はね、こっちのインパクトのものにね。ああ、まあ、あれバッテリー。いや、でも多分これね、ネジ多分山飛んでもらうと思う、インパクト使ったら。強すぎて。うん、強すぎて。ちょうどいいぐらいと思う。家庭はこれでいくか。うん、十分十分。よし。これもバッテリーつけれればいいので、ガチャンってでもしようかね。ああ。まあ、十分やけどな。こんだけ締めれたら十分やけど。いつも来たら何か作業させられてる？まあ便利屋なんで、はい、金松グループは。たまたまだよね。まあでも作業してへん時もあるけどな、ただ飯食ってるだけとかも。あるよね。うん、あるある。そう、何金松グループって。いや、だからトップグループクビになったから、新しい団体勝手に立ち上げて、そう、作り上げて。それがさっきの写真の。ああ、そうそうそう、ケイちゃん。無理なんだけど。あ、無理、ケイちゃん無理。あの人大丈夫？配信的に大丈夫なの？配信的に大丈夫。面白いの？面白い、めちゃくちゃ面白い。数字持ってるよ。どこでああいうのスカウトするの？道。え、だってホームレスなの？いや、あの人は生活保護。そういうのを集めて何、見せしめにするの？見せしめにするは聞こえ悪すぎるわ。普通の人にすればいいじゃなくて。普通の人じゃ面白くないやん。見せしめじゃな。見せしめいう言い方やばいわ。おもちゃにしてもじゃあ、おもちゃにしてません。トップグループだってバケモンばっかじゃないめちゃくちゃいるやん。バケモンだって会長はテテさんでしょ。うん、この人は引退したんだっけ。いや、その辺のことはちょっとよくわからない。もうクビになったから、トップグループ。アカウント消したんでしょ、あの人。ああ、うん、らしい。でもまあ、また多分すぐ転生するやろうけどな。アカ
ント消したのはあっちだ、なんだっけ、マチャ、あちらの、うん、あああああああ、マチャちゃんの、マチャや、あの人もトップ、いや、あの人はもともとトップやったけどクビになった、おー、うんうん、俺が入れてな、うん、クビになっちゃった。あ、イギリストくんも入ってんだ。あ、そう、なんかイギリストくんが今日に急になんかトップグループの社長になったらしい。へー、うん、なんでお遊びごっこみたいな。いやー、なんか、なんか天然ストレートさんが急にああいうのやりだして今みんな乗っかってるよな、うん、天然くんってさ、なんかさ子供っぽいようにそういうとこない。あー、うん、ノリが、ノリが、わかる子供の時の派閥みたいな、好きよな。まあでもついこの間みたいだとキャリーちゃん寄ってたかって叩きまくるよりかは、まあ、いい流れじゃないかなって。誰が叩いてたのキャリーちゃん。いや、もうみんなみんな。何を。いや、だから、まあ、お金のことやったりとか、不義理なことやったりとか。ちょっとキャリーちゃんだらしないよねそう、もちろんキャリーちゃんはキャリーちゃんだらしないよ。うん、でもふわっちはそう叩く習性があるよね。そうそうそう、熱が上がるから。そうそう、あれあんま好きくないねんな。一斉にみんなそう話題を取り上げるもんね。そうそう、臨場して。ただ俺はああいうのあんま好きじゃないねんな、叩くのは。よいしょ、でこうやつね。ああ、やっとやっと終わり見えてきた。え、やっと終わり見えてきた。でさ、キャリーちゃん面白いよね。うん、キャリーちゃん面白い。キャリーちゃんの面白いところってやっぱそうありえないことが起きるんだよな。起きるよな。引きほんまにえぐいよな、あの人。才能だと思う。ある、うん、絶対ある。あれ知ってるよ、商店街の開けちゃった事件。ああ、覚えてる覚えてる覚えてる。あれも、うん、あれもありえない。 えぐいよな、ほんま。ああ、なんか入っちゃった、どうしようこれみたいな、やばい、どうしようみたいな。昨日もすごかったね。痛いとタヌキに噛まれちゃったとか。どうしよう。うん、しんど。ね、次こいつか、ネジ。だってさ、私とコラボした時も救急車騒ぎになった。ああ、せやな、酔っ払って起きてけんくなってそのまんまやったよな。アル中でね、うん、急性アルコール中毒になって倒れたんだよ。せやわ、覚えてるわ。すごかったよな、うん、あの時もすごかったわ。死んじゃうかと思ったもん。いや、思ってへんやろ思ったよ。いや、思ってへんやろ。泡吹いて、だって上野駅でぶっ倒れたんだもん。だってあれすごい、あれも笑ったわ、ほんま。もう笑い事じゃない。いやいや、 笑ってたやん。笑ってた。えれ、キャリーちゃんが大変っつって、うん、顔笑ってたやん。笑ってた自覚あるでしょ。これこうか。最近はふわっちゃあれね、女性配信者強いんで、キャリーちゃん、まゆちゃん、ね、ああ、そう、うん、で、ゆまるもそうやし。あ、ゆまるちゃんも復活したりね。ああ、ぐいぐい来てるよ。男はちょっとだらしないんじゃないの最近。政治君だよね、貴重君とか。ああ、貴重はすごい、貴重とかすごいよな。ほんまにこれこうか。養分君とかね、よくおとなしいよな、サザエさんみたいな放送してるし。うん、おとなしい。あれ、これ絶対ちゃうやん、コート。なんでや。ちょっと山田くんが頑張ってないんじゃない、最近。いやいや、頑張ってますよ。うん、めちゃめちゃ頑張ってますよ。え、なんで ?A の2っていうボルトじゃないぞ、これ。え ?A の2ってこれか。いや、まあ、ちょっと太め。いや、これ違うよな。A の2っていうボルトというか、あれが出てけえへんぞ。ないの。ないね。うん、どれ A の2ってどこ。え、いやいや、この A の2って書いてるやつ、ちょっと長めのあれじゃん、うん、これじゃない、これ。いや、これ A の2じゃない。これ2本しか入ってないもん。なんでや、なんぞや。これは、いや、それやと思って使っててんけど、なんか違う。いいんじゃない、これ使って。いや、よくはないな。適当じゃできへん。ついてないの。A の2をたくさん使うんじゃない。これなんかもしかしてパーツ間違えてる俺。え、いや、これはない。こっちってことじゃん。いや、こっちは側面に切ってない。これで合ってるはずやねんけど、絶対。あ、片方はあれや、わかったわ。
あ、答え出た。2個しか入れないって書いてあるよ。うん、答えは出た。溝がある、溝があって板を入れるんだね、中に。そうそう、なんでや、合ってるよな、これ。うん、なんぞや。 A の2、A の2って書いてんのに、溝の位置も合うてんのな、合うてるはずやのに、うん、溝の位置も完璧に合ってんのに。これ3番のやつでしょ、 A の2って。あ、こっちだけあれでせなあかんのか、あのタイプ、このタイプか。いや、じゃないよな、どう見ても。なんぞや。あ、これね、ここね。ああ、うん、そうそうそう、おかしない。おっと、ここやのにな。それは間違ってる、それ溝ついてるぜ。うん、ほんでここ、こんなんなってんねん。これ、クレームちゃう。何が？シナモン、多分間違えて穴開けてる。え？あ、割とマジで。そんなことある？いや、技研やな、これ。え、だってこっちはさ、こんなちっちゃい穴やねん。うん、で、こっちは死ぬほどでかい穴開いてんねん。でもこの図だとちっちゃい穴。おう、やんな。で、パーツ自体はちゃんと5番振ってあって、5番の番号入ってんねん。うん、これ5番？うん、5番。3番がこれ？そう、ほら。え、これなんか逆なってるとかある？もしかして、なんか間違えてる俺が。どこに番号書いたの？え、ちょっと待ってな、なんか俺が間違えてるかも。もう一回よう見るわ。俺が間違えてるわ。え、いや、ほら、ほら。ん？どこに番号書いたの？これ6番って書いてる。どこに？どこやったっけ？あ、反対や。あ、ほら、6番。6って違うっしょ。え、6番違う？5でしょ？これじゃない？あ、あ、1だ、これ。違うわ、わかった。これや。そっちだ。紛らわしいな。いや、ここに置く、ここに置く。もう紛らわしいな、慌てんなよ、落ち着けよ。番号は違うんだね。うん、番号が違うかった。で、5番と3番だね。うん、もうこれで書くった、 OK。 それでいける。あ、いけた、いけましたね。5と3で、5と3をドッキング。うん、だから言ったよ、慌てんなって。でもう ほとんど完成した。あ、そう、ほとんど。もういや、でもこれ合わせんのまた大変やで、これ。だから言うたやん、俺、落ち着いてって。じゃあ持ってる、こっち側。あ、いけるいける。あ、お股で挟めるわよ。じゃあそっちがフラフラしちゃう。いや、これほら、いけた。はい、オッケー、こうや。よっしゃ。で、この長いネジをね。え、そんな端っこにつけるの？せやで。あ、本当だ。うん、で、溝が下だよ、内内に来る。うん、分かってられてる。もう溝と溝合ってる、あっち。え、うん、そりゃ向きは間違えへんっすよ。これが入れにくいねんな。いけた。それも電動でいけるの？いけるいける。ここを電動でいったよね、一番。やっぱりパワー切れかってなってきた。いや、これ多分深いから、力いるから、グーっていかない。そうそう、うん。もう電池がないんだ、それ。早いっしょ。早いな。よし、こんなもん。よし、オッケー。で、棒や、この棒。はい、3番目。うん、この棒を2本入れて、2本突っ込んで、ん？え？ 2 本突っ込まなあかんの、これ。タイプ C じゃなくて、なんか昔のやつよ。ああ、マイクロ USB。うん、めっちゃ充電時間かかんねん。ごめんごめんごめん。あ、ごめんごめん。これ、こことここってこと？あ、そういうことか、やっぱり。こことここに棒突っ込んで。あ、これ続きが出てきた。あ、うん、してる。それはもうゴミ箱突っ込んで、扉つけるだけやから。これ超大事やな。言うてそこまで大げさで。いや、大事じゃない、これ。普通の棚じゃない？普通やねんやろ、これ。でも私これ組み立てちゃったよ、こいつ。ああ、そう考えたらすごいよな。ああ、これ確か一人で組み立てたよね、この。無理な、絶対無理やわ。
で、ペラペラのは後で入れれんねんな。これさ、上と下をドッキングさせんで、ダンって。ああ、はいはいはい。それが大変だった。あ、そうか、長板とかもつけなあかんもんな。ズボって入れんねん、今ね、ゴミ箱を作ってもらったの。もうちょっとだからね、リスナーさん、うん、あそこのお蕎麦屋さんね、終わっなくなってた。あのお父さんが亡くなっちゃったんだって。高い。マジか。店閉めちゃったのよ。言ってた通りやってんな、閉めたんちゃうのって。ああ、だから山田君と言ったんだよね。そう、行った時閉まってて、何でやってるんだよ。ハンバーグ食べに行ったんだよね。そう、あの、高級な山田君も行ってるよね、あのお蕎麦屋、ね、あ、行った、確かレイ君と行ったんちゃうかったっけな。あ、もう食べれないんだよ、あそこ。残念じゃない。残念。あら、いや、いいよ、これ後でいいよ。もう店自体がなくなっちゃったんだよ。ショック。よし、いいね、意外といいわ。うちの姉ちゃんセンスいいわね。うん、センスいいと思う。こういうのはやっぱ女子の方が得意よな。選ぶの？うん、選ぶのは。まあさ、こっちのゴミ箱もいいんだよね。これゴミ箱いっぱいあった方がいいよね、うちはね。ゴミが出るから。ああ、うん、めっちゃ出るから。ああ、人んちの倍出るから。これでいいんか。これでいいよな。ご飯はだって山田くん。ご飯は食べてないな。食べてないの？うん、食べてないの。ちょっと上は取れるよ、まだ。てか、上は多分一生取れると思う。ここだけ抜けへんかったら大丈夫。これはもう後からでも全然入ると思う。ほら、うん、上はまたプラプラ。テレビってさ、電気屋に持ってってそのまま処分してくれんの？いや、金取られるんちゃうかな。あの、新しいの買わな。自分から持ってってもいいの？車で。うん、引き取ってくる。山田電機とか引き取ってくれたかも。じゃあそれ行こうよ。あ、買うの？テレビ。じゃあ買わないんだけど、うん、処分だけしてもらいたい。あ、やっぱ3000ぐらいするやって。売ったらええんちゃうん、テレビ。割れちゃってる。あ、ほなあかんわ。下取り金取られる。テレビ電気屋さんに持っていけばいいの？うん、そう、持っていったらお金出したら多分回収してくれたと思う。じゃあそこに置いとくの邪魔なんだよね。ああ、それはあるかも。これはまだいいよ。こういうことね。これえらい沿ってんな。取りに来てもらえるな。えらい沿ってんな。あ、ちょっと待ってね、私電話しなきゃいけないな。えらい沿ってんな、これ。いい？ああ、いいよ。えらい沿ってんな。あ、4000円とか。いい。天板？はめた。なんだっけ？あ、そうだ。あ、できてる。ステッカー。これ新しいステッカー。怖くない？おー、いい。これでもう注文すればいいんだ。ポチッとな。承認。OK。電話しなくていいや。お前やってるよな。で、天板。うん、山田くん頼れるんだから。うん、でしょう。あ、それシャブシャブしてあげるんだよね。カップルだからいいでしょ。え、なんて？付き合ったから、エッチもしようね。やってるっす。3回ぐらいやろうか、初めてだから。どっちが上で下や。これが上？あ、これ下か。3回やろ、初めて。これが上ね。あ、これが上ね。これがだから下ね。あそこにズボってる。なんかこれ板曲がってない？そう、めっちゃ反ってる。曲がってない。えらい反ってるわ。こんな、これだ。曲がってなくない？これ。
いや、それそんなもん、そんなもん。なんかここボンドつけろって書いて